あ、始まってる。雨降ってる。よう、しずえさんよ。みなさん、こんにちは。火曜日ですから飛ばしすぎないようだって。俺今休みすぎて曜日感覚がないんだよ。いつも日曜日みたいな。自粛期間いつも日曜日って感じだよ。日本の休日だよな。やっぱストレス溜まりますね。家に出ないと。カラオケとか、なんかどっか行って発散したいですよね。あ、そう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 。僕の家がですね、今まで下から出てきたんですけど、ここに変わりました。崖の上。崖の上のうな。ちょっと開拓したのみんな見るか？ちょっと開拓したんだよ、俺の島。無人島だったものが、まず住民が来てくれて、うわ、雑草入ってる。まあ、ここ住宅地にしようかなっていうか、ちょっとね、博物館の場所に今、建設してるものがあって、ちょっと邪魔だったので、変えました。で、見にくいな。見にくくなっちゃったけど。住民の家3つほど上に置きました。他にもここに区画だけ作ったので、一応置きたいなと思っております。はい。あ、ここちょっと見せられない。ここ見せられない。いや、本当は見せたいんだよ、みんなに。本当は見せたい。すごい見せたいんだけど、ここはあえて見せていない。まあ、今後の動画を楽しみにしていただきたい。はい。でね、ここもスッキリしたんですよね。もう木全部取っちゃった。果樹園取っちゃったんですよね。だから今評価とかすごい下がってる気がする。で、ここら辺はまあ変わってないと。これね、檻ですね。ちょっと檻今必要で。ここに檻が散らばっております。まあ一応こんな感じかな。で、たぬき商店がでかくなったことをみんなに報告しましょう。ちょっと大きくなりました。まあ可愛いアイリス。もう初めて手に入れたキャラクター、住民は、もうなんか愛着が湧いてしまって、ね、ずっと仲良くしたいですよね。追い出すとかできない俺には。ああ。ちょっと見えるでしょ。ちょっと見える。あの檻が。まだだよ。まだ見せられないんだよ。どうした？ジミー？最近ね、仲間になってくれ、仲間っていうか、住民として、うちの島に来てくれたジミー。ね、あんま可愛くないって言われてるけど、俺からしたらすごい可愛く見えます。なんか愛着湧いちゃう、この子。ふてぶてしいよね。いいこと教えてあげるよ。例えば、君の心が傷ついた時、前向きになれるリアクションがあるんだ。失恋だって。ああ、失恋した。俺失恋。ジミー失恋も知ってるのか。お前失恋したことあるから。これ教えてくれたんだろう。やばい、去り際がかわいそうなんか。今日は、作業的なことは、ないんですけど、ちょっと自分が気になってたことがありまして、動物の森のキャラクターって少し早口なのわかりますか？これから何しないの？君は今からどこに行くの？みたいな感じでちょっと早口になってるのわかります？なんか聞いてたら早口だなってわかるんですけど、ちょっとこれを逆再生、逆再生はダメだ。スロー再生。これをスロー再生にしたらちゃんと話してくれるのかなっていう検証を、していきたいと思います。やっぱ早口だからちょっと聞き取れないなってことが、まあ、ちょいちょいあるので、ここは俺の編集でちょっとスローモーションにして、アイリスとかジミーと話していきたいなと思います。まあ、とりあえず住民を見つけましょう。さっきジミーちゃんがどっか行っちゃったな。どこだ？いた。ジミーちゃん。聞こえた？みんな今。わん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 。天気は雨模様さって言ったみたい。天気は雨模様さ。僕のハートは晴れ模様だよ。はっは。あれ、他の住民いないんだけど、ジミちゃんしかいない。みんな家にこもってんのかな？こないだレイコ風邪ひいてたんだよな。あ、レイコさんいた。こないだレイコさん風邪ひいてたんだよ。遊びに来てくれたんだ。超嬉しい。けど。サンデーサンデーサンデーよよサンデー、なんかあげる？え、これ聞き取れそうじゃない？ん？僕何かもらえちゃうの？ダウン。僕何かもらえちゃうの？
Boom, 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 boom